これが復旧工事を終えて新しくなった第五只見川橋梁です。動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子とおしんです。この旅動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、現在地会津田島駅なんですけれども、現在の時刻が朝の5時半です。なんでこんな時間にオープニングを撮っているかと言いますと、これから僕は会津鉄道会津線の6時12分に出発する始発の電車に乗りまして、一路西若松駅に向かいます。その後西若松駅で JR 只見線に乗り換えまして、会津川口駅という駅に向かいます。只見線をご存じない方のために、簡単に僕が知っている範囲の知識で説明させていただきますと、 JR 只見線は福島県の会津若松駅から新潟県の小出駅までを結ぶ、いわゆるローカル線です。全36駅ありまして、ご存知の方は秘境の路線などとも言われるそうです。ただこの只見線、10年以上前に福島豪雨ということで大きな災害がありまして、それ以来会津川口駅から只見駅までの区間、バスによる代替輸送に切り替わってまして、未だに全線運転再開とはなっていません。ところが最近ネットのニュースなどで知ったんですけれども、この只見線、一時は廃線の危機にまで追い込まれたようですが、地域の人々の根強い後押しによって、なんと近く運転再開の見通しが立ったということで、旅動画から離れるかもしれないんですけれども、只見線の復興への確かな兆しをこの目で確かめたいと思います。余談にはなりますが、かなり前に小湊鉄道の集中豪雨被害をレポートする動画配信させていただいたんですけれども、その千葉県の小湊鉄道のキハ40系はもともと只見線で運行されていたものですので、千葉と福島で縁もゆかりもないように思いますが、とても縁の深い路線同士ですので、小湊鉄道と只見線はそのあたりの不思議なご縁も感じつつ、今回のレポート動画を撮らせていただければなと思っています。ぜひ最後までご覧ください。それでは今回の旅を始めていきたいと思います。無事に乗り込むことができました。あと4分程度で電車出発です。ここから只見線に乗り換えるわけなんですが、以前配信させていただいた会津美里町の中華ラーメン親不孝さんの動画でもお話ししたんですけれども、只見線に関しては交通系 IC カード使えないので、これから向かう会津川口駅までの片道運賃1170円ですので、西若松の駅で往復運賃2340円分を購入して次の只見線の到着待ちたいと思います。改札で会津川口駅までの乗車券購入することができました。往復分でやはり2340円かかりました。赤べこ餃子食べに行った時は初めてで何も分かってなかったんですけれども、今回改札でも往復の乗車券を購入できることが分かったので良かったです。
会津川口駅到着しました。ちょうど今会津若松から会津川口駅に向かって運行されていた列車がここに止まっているわけなんですが、それにしてもびっくりしました。本当に見てください、この眺望、この景色。ホームのすぐそばに、これおそらく只見川でいいんですかね、只見川がゆったり流れている姿を、壮大な景色を見ることができる素晴らしいロケーションです。これから僕は第5只見川橋梁を見に行きます。会津川口駅からは徒歩20分圏内と聞いてます。で、本来であれば3つの橋が10年以上前の集中豪雨で流されてしまっているので、それを全てお見せするのが本来やるべきことだと思うんですけれども、残念ながらスケジュールの都合上、僕は3つの橋をレポートするだけの余裕を持ち合わせていないんですね、今回の北会津編に関しては。なので大変申し訳ないのですが、第5只見川橋梁の復旧具合だけでも皆さんにお見せできればなと思っています。申し訳ないですが、第6只見川橋梁、第7只見川橋梁に関してはどうかご容赦ください。たった今入手した情報なんですけれども、只見線の3つの橋、実は去年全て工事が完了しているそうです。ただ今雪が深いですし、それから試運転の時間がおよそ3ヶ月以上必要なので、その試運転が始まるのが雪が溶けて落ち着いた5月頃からということで、完全な全線運転再開の予定時期は今年の11月なんだそうです。というわけで早速第5只見川橋梁見てみたいと思います。会津川口駅の作業員の方に教えていただいた通り、今野尻川という一級河川を通りながら、目の前にですね、川口トンネルというトンネルがありまして、第5只見川橋梁を見るためにはこのトンネルを通り抜けなければならないそうです。なので大変ですけど、このまま徒歩で向かってみます。川口トンネルの内部に入りました。川口トンネルなんですが、左側の歩道はかなり広いんですが、右側は人が一人通れるかどうかの細い路肩のような道になってます。そしてフェンスがありません。たった今川口トンネルを抜けたところです。かなり作られてから時間が経っているのか、車が1台2台来るだけですごい轟音がしましたね。さあ先へ進みたいと思います。これは高等学校なんでしょうか。福島県立川口高等学校の看板を見つけました。よくわかりませんが、薬局の向こう側にあるのが高等学校みたいです。初めてここ来たんですが、3月で僕の身長を超えるぐらいまだ積雪が残っていることにちょっと圧倒されてます。第5只見川橋梁に行くにはもう少し歩かないといけないようです。会津川口駅から歩き始めておよそ20分程度経過しました。マップアプリで調べたところ、およそ徒歩20分で着くということだったんですが、実際には徒歩30分、あと11分かかるそうです。歩くのには慣れてますから、この格好でも頑張ります。あれ、なんかあれじゃないですか。you
これが復旧工事を終えて新しくなった第5只見川橋梁です。残念ながらここから先に進むことはできません。深い雪とそれからフェンスのために進むことはできなくなっています。といってもこの先は川なので命の危険に関わるので、ここで見られるだけでもいいのかなと思います。僕が見たニュースの情報では、こちら側の部分が10年以上前の豪雨で流されてしまって、そのために第5只見川橋梁通区間になってしまったと聞いています。では新しくなった第5只見川橋梁、じっくりご覧いただければなと思います。というわけで只見線の第5只見川橋梁を見ていただきました。あとは電車が走るだけっていう状態になってましたね。早く試運転が終わって電車が第5只見川橋梁と続く第6第7の只見川橋梁を走る姿、それを見るのが待ち遠しいなと思います。だいぶ会津川口駅の方まで戻ってきました。それではこの旅動画の締めくくりに、この会津川口駅で有名な食堂があるので、そちらをご紹介します。会津川口駅でとても有名な食堂、それがこちらのおふくろさんです。調べたところ、営業時間は10時から15時までランチタイムのみ営業されていらっしゃるそうですね。もうお腹空きました。たくさん歩いたので早速美味しい料理をいただきたいと思います。というわけでおふくろさんでカツカレーミックスラーメンをいただきました。本当に美味しかったです。そろそろこの旅もフィナーレに近づいてきました。会津川口駅に向かいたいと思います。今回の旅動画どうでしたか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。